テニスをやってるみたい。一体どういう気持ちでテニスを。15 love。エース取れると強いですね。はい、一本で割ると楽ですからね、体力的にも。素晴らしい2連発。またおいおい調べていきたいと思います、はい、さあ呆然ジスカドキッチ、この後どういう試合になっていくんでしょうか。はい、優位なんですけども、第1セット 6-3 でダベンポート取ったんですが、第2セットは出だしでね、デュースデュースが続いたゲームでなかなか取れなかったのが、ちょっと尾を引いているというか、じゃあどうしたらいいんだろうって自分のね気持ちの中でもちょっと整理がつかないような感じ。ガットを見て集中。目論見としては足の状態、そして全体的な体調も考えた上で、本当にここまでねパーフェクトな試合を。はい、このゲームは取りたい。影響はありません。これから立て続けにゲームを練習していかないとドキッチは終わってしまいます。試合が始まって間もなく1時間。まああのスレスレのコールをダベンポートが最初からこの第2セットのポートからすれば、この前の大会のポルシェテニスグランプリで優勝を果たしているわけですから、勝っているわけです。拍手を受けていたドキッチの顔が一瞬歪すぎた。